ミソラちゃんを利用して心を傷つけた。僕たちの絆を道具みたいに使った。エンプティ、お前だけは絶対に許せない。よかろう。全力で来るがいい、ロックマン。あ、エンプティとバトルか。エンプティ、なんだその床は。その床は一体なんだ。あのエリア入りたくねえな。なんだ、何する気だ、消えてる。当たるかな。当たるわ、普通に。あのエリア俺入って、いやー、召喚なんだ、召喚マスなのか。いてー、すげえダメージ。センター来ねえかな。オッケー、塗りつぶしちゃったぜ。シールド放って、やー、危ない。麻痺、あー、麻痺ゴロかな。いっけ、あー、やばい。これ障害物扱い、よし、障害物扱い。なになになに、あ、いったい、当たりにいっちゃった。分かったのにな。ダバフレ、ダバフレ、ダバー、ダバー、あ、クソ、ガードされた。そう、 SP カードたちが来ない。お、ダブルトライブ、回復先かな。ベルセルク、あのエリア結局なんだろうね。召喚マスなのかな、ただの小枯らし。あ、弱点になってんのか、技が。なるほどなるほど。いやー、どうだろう、麻痺剣が先かな。ほら、消してと。ほいほいほい、終わり、一丁上がり。はあ、敵の攻撃当たんなかったからよかったけど。まだ私は使命を果たしていない。今ここで力を作るわけにはいかん。逃げたのかな。逃げられた。スバル君、怪我はない？うん、大丈夫だよ。よかった。今回のことは全部私のせいだもん。もし君に何かあったら私。ミソラちゃん。え、この感じはまさか。ああ、もう体が覚えてやがる。あいつだ。ブライ。おう。普通に、え？電波の床の上に乗ってるソロ。ソロ！変身してこい、お前。どうすんだろう、これ。突破できないよな。連戦？普通に。スバル君、せめて君だけでも逃げて。何言ってるの？そんなことできるわけじゃ、できるわけないじゃないか。今のあいつの強さは異常だもの。二人がかりでも勝てっこ、かないっこない。だから。ミソラちゃーん！音符で吹っ飛ばされた。かばい合いか。つくづく虫ずが走る奴らだ。消えろ。あー、ミソラが。すぐ後ろじゃね？あ、でも雲かかって、あ、雲かかってたっけ、さっき。ミソラちゃん、なんて無茶するんだ。急いで戻らないと。戻んだ？あ、雲、急にかかったな。セーブした方がよかったかな。ミソラちゃん、返事をしてよ、ミソラちゃん。そんな。絆についてごちゃごちゃ言う奴らは、一人じゃ何もできないクズばかり。見ろ。そこに転がってる女こそ、そのいい例えだ。弱い者同士が集まって強くなったと勘違いする。それがお前らという絆の正体だ。くその顔、その表情。そんなに悔しいか？そんなに悲しいか？他人が傷ついただけだ。なぜお前が悲しむ？そんなの当たり前じゃないか。ミソラちゃんは僕の友達だ。
友達が傷ついたら悲しいに決まってる。他人が傷ついただけ？何言ってんだ。自分の体よりも大切にしたい人が僕にはいる。ミソラちゃんもその一人だ。そのミソラちゃんが傷ついて倒れてる。そんな悲しいことはない。こんなだった。そういえば、初めて出会った時からそうだったな。何のこと？仲間だの絆だの綺麗事ばかり言って俺の視界に入ってくる。何度倒しても孤立に立ち上がり、そしてその度にまた綺麗事を。お前の言葉が、いや、お前の存在自体がいちいち俺の肝に触る。どうしても俺の血が騒ぎ出すんだ。俺は、お前の存在そのものをどうしても許せない。どうしてそんなに僕を、いや、どうしてそんなに絆を否定するんだ。いいだろう、教えてやる。それは、俺がたった一人だからだ。え、俺がたった一人残された、ムーの生き残りだからだ。ムーの生き残りだと。俺はムー大陸で生きていた人間の血を引く最後の一人だ。まあそういう人がいてもおかしくないだろうけどさ。物心ついた時からムーの力によって電波が見えた。そして俺の手にはムーの遺産であるスターキャリアがあり、変身ができたって？電波変換が可能だった。だから浮いてたってこと？何もしてないのに逃げるはずはないんだよな。なんかしたんだろお前。いつも化け物扱いだった。周りの人間にとって俺はただの恐怖でしかなかったというわけだ。屈強な男が二人、大人たちにボコボコにされるのかこれ。そしていつの間にか俺は攻撃の対象になっていた。 ひどい話だぜ。寄ってたかって。相手はいつも複数だった。必ず大勢で一緒になって俺を襲った。まあ、相手がどんだけ強力かによるもんな。そりゃそうなるわな。そうやって集団で俺を襲う奴らは決まって、一人だと何もできない臆病者だった。まあ、人間ってそういうもんだからな。てか野生動物的にはそうでしょ。こいつらは弱い。だから群れを作る。一人じゃ何もできないくせに数が増えると急に偉そうになるんだ。まあ、わからんでもない。俺は誰も必要としない。それは俺が強いからだ。絆は俺が最も憎むべき敵だ。絆を否定することが俺の存在を証明することになる。でもそれ絆じゃないんだよな、さっきのやつって。僕には父さんがいないんだ。何の話をしている？父さんがいなくなって思ったんだ。こんな悲しみを味わうくらいならもう二度と絆なんて作らないって。今の君と同じで絆を否定していた。まあ、最初に言ったよな俺。確か言ってるはずなんだけど、昔のお前、スバルみたいなやつって。でも、そんな僕にも絆ができた。それがミソラちゃんだった。ミソラちゃんのおかげで僕は絆の大切さに気づけたんだ。だからこの絆だけは絶対に失いたくない。絶対に守ってみせる。うわあ！君は確かに強い。でも誰も必要としないなんて。そんなことで手に入れた力なんて僕は認めたくない。僕はミソラちゃんのおかげで気づいたんだ。絆を否定するなんて間違ってる。間違ってるって。だから今度は僕が証明しなくちゃいけないんだ。絆を否定する君は、絶対に間違ってると。いいだろう。絆の力、貴様の存在。この戦いに勝利し、俺はその全てを否定する。バトルか。グライ EX。
多分今スバルの思いが強くなってるから突破はできると思うんだよね、バリアを。ベルセルク言っちゃえば今これ絆の力だしな。あ、通るようになってる。だから一発バリアをどうにかできればエレキスラッシュ、あ、お、いいや、いけるいける。エレメンタルブレイド。お、何？あ、ブライソードだ。あ、ちょ、結構範囲広いんだな。マヒジェット好きかな？うわ、クソいね。いて。ちょ、攻撃が通らない。攻撃が通らない。ちょ、あ、オックス入らない。バカ、正直に正面で食らいすぎたな。回復あるかな？ないね。あ、ぶね、ちょ、危ねえ。バリア張ってない？もしかして。ゴーとカンフー。いけ、混乱しろ。さらに毒くらえ。ちょ、いて、混乱解けたな、早いな。いや、バリアあるんじゃねえか。ダバフレ。ダバーいったー、やったー。目の前に来てくれただけだけど、ただ。オッケー。なんとかなったな。結構削られたけど。はぁ、ぐっ。バカな。電波障壁が絆の力ごときで。え、変身も解けんだ。こんなことが。結構互角じゃねえか。君は確かに強いよ。それに比べたら僕は弱いのかもしれない。院長、ゴンタ、キザマロ、ミサラちゃん。みんなに支えられて何とかやっていってるだけの、一人じゃ何もできない弱虫だ。だからこそ、何よりも大切にしたい。その気持ちこそ僕の力だ。誰が認めるものか。エンプティが回収すんのかな？ミサラちゃん。全員倒れちゃったよ。素晴らしい脚本だった。美味しいとこ取りに来たな。ここ、生身の人間乗れんの？普通に。はい、と。貴様、見ていたのか。ああ、あれかな。ビジブルゾーン的なので床が見えるとか、乗れるとか、触れんのかな？そういう場合って。見ていたとも？そして待っていたのだ。ロックマン、貴様が弱って動けなくなるのをな。こいつはやばいぜ。弱りに弱った貴様から大パーツを奪うなど、赤子の手をひねるのも当然。ここで私の脚本はまさにクライマックス。さあ、ロックマン、大パーツはいただくぞ。これ多分、ブライがやんじゃないの。うわぁ！取られた。やった、やったぞ。エンプティもソロも失敗した大パーツの奪還をこの私が成し遂げた。美味しいとこ取っただけなんですけどね。小物くせえやつ。これで織姫様の信頼は一気にこのハイドに傾くであろう。素晴らしい、実にマーベラスな脚本だ。うわっはっはっは。また俺力を失ったの。大パーツがなんてこった。くっ。この状況からどうやって帰んの？それから数日後。数日経ったけど帰れたのかな、スバルたち。ようやくオパツが我らの手に。褒めて使わすぞ、ハイドよ。それで、ははって笑った感じになっちゃったな。エンプティは無事なのか？命に別状はありません。今は傷を癒している最中かと。ならばよい。ともあれ、オーパーツは我らのものとなった。エンプティが多分ナンバーワンの側近なんだろうけどさ。それ気に入らないんだろうな、ハイド。ともあれ、オーパーツは我々のものとなった。ついに長年の夢が実現するのだ。ムーの復活、
でございますね。そうだ、ここまでの道のり決して短くはなかった。すべてはあの遺跡を見つけたことが始まりであった。あの兵士たちか。ムーの生き残りが、地上に残した遺跡、そなたらに授けた古代なスターキャリアもそこで発見したものだ。わらわは確信した。ムーの力は現代の文明をはるかに上回っていたと。まあ、全く同じものを今現代人が使ってるわけだからね。ムーはただの古代文明ではない、圧倒的な電波の力で世界を支配していた存在だったのだ。それを我らの手で蘇らせる。新ムー帝国としてな。そしてムーの力をすべて手に入れた織姫様は世界の支配者になられる。この地球は大勢の愚かな人間とほんのわずかな天才によって構成されている。だから一握りの天才が愚かな人間どもを支配してやる必要があるのだ。それが愚かな人間どもにとって幸せになることである。ドクターゼノか。なんと素晴らしい脚本でしょう。はいだよ。そなたにはまだわらわの姿を見せてはいなかったな。知らなかったのか。これは大パーツを手に入れた褒美である。私ごときに大姿を見せていた、くださるとはありがたき幸せ。これよりが本番だ。良いかハイド、わらわが欲しいのは優れた人間のみ。決して期待を裏切るではないぞ。はは。また笑った風になっちゃったな。読み方間違ってるわ。さあ参るぞ。ムーの復活だ。じきじきに動くのか。はっ。ガバ。おい、帰ってきてる。あれ？僕は、よかった。気がついたのね。心配してたな。委員長。僕どうしてここに？覚えてないの？あなたひどくボロボロになって小玉タウンまで戻ってきたのよ。マジで覚えてねえ。そのまま気を失っちゃってずっと寝込んでいたの。そうだ。ミソラちゃん。ミソラちゃんはどうなったの？あの子ならあなたが担いで運んできたわ。今は病院に入院してる。あなたよりずっとひどい怪我だったから。入院って大丈夫なの？委員長、危険な状態だって。そんな。今、ゴンタとキザマルが病院に向かってるわ。多分もうすぐ連絡が。電話だわ。ブラウス。ゴンタ、ミソラちゃんは？スバル、気がついたか。よかったぜ。ミソラちゃんにはこれから会いに行くところだ。そう。それよりも二人ともテレビを見てください。大変なことになってますよ。テレビ？何があったのかしら。おい、スバル、とにかくテレビを見てみようぜ。いっか、院長。テレビで何があったのかしら。ムー大陸が動き出したとか。お母ちゃん見てなかった。あ、目を覚ましたのね。本当に心配したのよ。よかったわ。看病してくれたお友達のお礼を言いなさい。あの子付きっきりだ。あなたのこと見ててくれたのよ。ありがてえ。普通できることじゃねえぜ、そんたの。わあ。ドアップだ、織姫の。誰よ、この女の人は。愚かなる人間どもよ。わらわの名は織姫。この星の支配者となるものである。この人がハイダーたちのボス、織姫。どのチャンネルも織姫、ジャックされてる。どこも同じ映像だわ。電波がジャックされてるみたいね。もちろんこのように突然支配と言われ、素直に従うなどとは最初から思ってはおらぬ。そこでだ。愚かなお主らにもわかるよ。わらわの力を示してやろう。これから封じられた伝説の遺産を復活させる。それを目にすれば誰しも認めるであろう。わらわこそ支配者にふさわしいとな。やっぱりムーを復活させるつもりだな。電話だ。誰？ベラーズ。あ、ゴンタたちか。スバル！ゴンタ、ミソラちゃんは？それが。危険な状態なのにどうしてもお前と話がしたいって。意識はあるんだ。スバルくん。
ミサラちゃん大丈夫なの？私のことは気にしないで。それよりも聞いて。織姫がムーを復活させたら、この星はおしまいになっちゃう。スバルくん、君だけが最後の希望。止められるのはスバルくんしか。わかってる。大丈夫だから。もうそれ以上喋っちゃダメだ。おそらく織姫たちは、オーパーツを持ってバミューダラベリンスの奥に来るはず。地球を救って。ロックマン、私のヒーロー。ああ、ミソラちゃん、ミソラちゃん、ミソラちゃん。ちょっと、ゴンタ、刻まろ。何があったの？うわあ、ミソラちゃんが倒れちまった。しっかりしてください、ミソラちゃん。お医者さん、看護師さん、誰か。大変なことになってる、向こうも。私病院行くわ。うん、僕は行けないから、院長ついてってあげて。スバルくん。わかったわ。絶対無事に戻ってきなさいよ。バミューダラビリンス。急ごう、ロック。ええ。久しぶりに大暴れしたい気分だぜ。あ、そういえばロック、大パーツを抜き取られたんだよね。それじゃトライブオンが使えないんじゃ。そういや、そうだってな。どうしよう。いや、どうやら大丈夫そうだ。え、どういうこと？体の中からまだ聞こえるんだよ。忍びどもの声がな。大パーツを失ってもまだその力を俺の体に染み、その力は俺の体に染みついてくる。そう。でもそれって素直に喜べないよ。まるで呪いみたいだ。呪いね。それで強さを手に入れられるなら俺は大歓迎だがな。そんな。暗い顔してんじゃねえよ。俺なら大丈夫だ。とっととバミューダラベリンスに向かうぞ。うん、緊急事態だけど。今テレビに映った女性は誰？ひどく物騒なこと言ってたわね。そろそろちょっとやめていけどさ。これさ、バミューダ以外の場所には行けんのかね？あ、行けそうだな。電波の方はちょっと気になるけど、まあ、とりあえず今回ここで終わろうかな。うん。今回とりあえずここで終わって、まあ、依頼とか、ドンブラの依頼とか、こなしてこようかな。で、多分またそうしたら、HP 上がってるので、次始めるときはまた上がってるかな。さすがに1000は超えないかな。いや、ワンチャン超えるかもしれないけどさ。まあ、とりあえず今回ここまでにしとこう。で、そうだな。他にはあるかな。コンドルの SP とか入れたいから、コンドルもナンスカでちょっと探そうかな。どこにいるかまだ見つかってないけど。まあ、とりあえずこんなとこで終わって、次回、ラビリンスの奥に向かいましょう。というわけで、バイバイ。